ホークスは大竹耕太郎が先発。初回です。 1,2 番を内野ゴロ、その後ツーアウト1塁、そして長野もこれ内野ゴロで打ち取って、まずランナー立ち上がりを見せます。そうですね、右バッターへの外への出し入れですよね、はい、ここを丁寧に立ち上がり投げましたね。一方のカープはアドは佐藤直樹、足を生かして内野安打、尾形初球です、左中間先制タイムリーツーベースヒットでまず先制します。この後ツーアウト三塁となって、勝負強い野村大佑センター前、この2回でこのツーアウトからの、ね、2球目っていうのは大きかったんじゃないでしょうかね、特にはこういうのはアピール点が大きいでしょうね。そうですね、野村大佑は、ね、2回の表先頭の林がライトへの第2号のソロホームランで2対1、1点差で3回の表ワンアウト2塁、まあ、その後三好ファールフライ、長野見逃しの三振、まあ、この辺りはね、この流れもよく粘り強さを出しましたよね、大竹投手ね。で3回の裏ノーアウト1塁ですが、尾形の当たりは強い打球、463のダブルプレー、今日スタメン松田ですがサードゴロでした。2対1変わりません。で4回の表です、大竹ワンアウト2塁、この後にショートゴロ、そして三振で1失点で、まあ、久しぶりの登板ですが、そうですね、あのしっかりと、はい、まあ、仕事はしたなという感じでしょうかね。2人目重田ワンアウト1塁、これで三好がレフト線のタイムリーツーベース、カープが同点に追いつきます。でアドワが6回も行きます、ワンアウトからダルビス代打出て右中間に勝ち越しのホームラン、状態ダルビス選手非常にね、いい感じはしますよね、軸がしっかり残ってましたしね。リチャードライトに持っていきました、22号のソロホームラン、2者連続ホームランで4対2。8回の表に4人目のピッチャー秋吉でしたが、ノーアウト2塁、林はレフトフライ、中村翔成のライトライナー、二股ショートゴロ抑えて追加点を取ったのは8回の裏、ランナーアウト満塁、カープのピッチャー一岡に変わっていますが、この辺りが翔成の内野でしたけどね、セカンドベースを踏んでいません、1点追加、さらに真砂のライトへのタイムリーツーベースヒットで2点追加して7対2というスコアになります。この初球打ちに行った姿っていうのは非常に良かったですね。9回の表田村でした、ワンアウト2塁で中村健人センター直撃のタイムリーツーベストでカープが1点を返します。最後は2アウト2塁で得意のチェンジアップで勝利を空振りの三振、7対3というゲームでした。